皆さんどうもターボってますか？何よターボるって？え、青春を謳歌するって意味だよ。何語だよ、全く伝わんねえわ。ということで今回はターボらなかったオプ主のミート、現在進行形でターボってる霊夢と、今日も冒頭から振り回されているマリサがお送りしますぜ。今回実況するのはもう3回目の実況になる車とマネキンぶっ壊しゲームです。ターボディスマウントな。今回は一体どんな風にぶっ壊そうか楽しみだね。お前いつからそんな破壊衝動に目覚めたんだよ。それでは早速やっていきましょう。今回最初に挑戦するコースは雪のコースです。うわぁ、これはスリップしまくるんじゃねえか。このゲームはスリップしてなんぼよ。コースにいろいろな仕掛けを施したので、それでは早速走ってみましょう。毎回思うけど、こんなふざけた乗り方すんのこのゲームくらいだろうな。やっくー。しかも雪なのに原付バイクよ。どんだけメーカーが焼かせてんだ。それでは私が作った狂気の仕掛けに挑んでいただきましょう。まあその乗り方じゃそうなるわな。あー、早くも雪ゾーンに突入した。なんでちょうどいいところに車が止まっているのよ。今のは完全に止まっていた車のせいだろうな。はい、続いてのコースは超危険、車通りの多い道路を横から突っ切れ、といったコースです。待て待て待て、道路を横に突っ切るだって。何よマリサ、普通のことじゃない。普通じゃねえよ、おかしすぎだろ。大丈夫、今回のドライバーはガキムキ太郎さんと1台1億円の F1 マシンだから。どこが大丈夫なんだよ。まあドライバーがガチムキ太郎なら安心ね。それでは早速突っ切ってもらいましょうか。行け、ガチムキ太郎。おお、スタートからもう早い。あ、1億円が鉄くずになったな。ガチムチ太郎さん、これが成功したら結婚するって言ってたのに。それ死亡フラグだ。このゲームで最強の強さを誇るブルドーザーなら成功するわよ。確かに、これなら他の車に邪魔されずに道路を突っ切ることができるね。そもそも私たちが他の車の邪魔をしてるんだよ。今度こそ成功させて結婚を約束したパートナーのところに帰りなさい。おい、さっきの結果はなかったことになってんのかよ。マリサ、過去は過去だよ。それでは早速この最強ブルドーザーで突っ切ってみましょう。さあスタートしました。全然スピードが出ねえな。加速床をうまく使って少しでもスピードを上げたいね。おお、地雷をジャンプで回避した。ジェットタイミングだな。あー、バスが運ばれてる。はい、ちょっと通りますからね。くっそ邪魔だなこのブルドーザー。大型バス3台が突っ込んでも動き続けるブルドーザー。ぶっ壊れ性能すぎんだろ。やったー、見事道路を突っ切ることができました。やっぱりブルドーザーは強いわね。他の車からしたらマジで大迷惑だけどな。お次のコースは少し変わったコースです。ここから飛んでここにうまく乗れるかというコースになっているので、こんな感じにしてみました。着地地点にボーリングのピンを置いたので、今回はストライクを狙ってやっていきたいと思います。もうそれ違うゲームだろ。すごい面白そう。早速やってみようよ。最初の挑戦者は乗り物酔いの女王、よい子さんに挑戦していただきます。なんで乗り物酔いするやつを乗せたんだ。本当は山田さんが乗るはずだったんだけど寝坊だって。それだとしてももっと他にいいやついただろ。それでは早速ストライクを狙っていただきましょう。十分加速をつけて飛ぶのよ。あ、第2走者は寝坊した山田さん。おい、さっきのなかったことにしようとしたな。忘れろビーム。あれ、今まで何してたっけってなるかー。な、何、忘れろビームが効かない。はいはい、それでは2回目の挑戦いきますよ。鳥みたいな乗り物で飛ぶ気ね。なんか鳥みたいだし飛びそうじゃない。まあ見た目だけな。果たして今度は加速床をやめて軽いジャンプ台を設置することにしました。もう少しで届きそうなんだけどな。これでやってみましょう。なんかこれ成功しそうな気がするんだけど。これ絶対いけるでしょ。嘘だー、あともう少しだったじゃないか。確かにこれは惜しいな。これで諦めちゃダメよ。ジャンプ台と車をしっかり調整したから今度こそいけるよ。あー、まずい真上に。やったー、ついにストライクを取ったわよ。車によって速度とかジャンプの高さとか全然違うので苦労しましたが、私のこの頭脳でたまたま行けただけだろ。じゃこの車勝手に、うわー、わざわざ運転手踏みつぶしに行きやがったー。しかも誰も乗ってないのに狙ってだよ。続いて挑戦するコースはこちらのコースです。おい、ウプ主コースってこれただの絶壁じゃねえか。そうだよ、こんなのコースじゃなくてただの壁だよ。いやいや、二人とも何を言うか、これはレベッとしたコースだよ。もうこのゲーム壁を車で登るゲームになってんじゃねえかよ。そもそも垂直に登っていけるもんなの。まあその点は実際にやってみないとわからないからやってみよう。さすがに普通の車じゃ無理だと思うので、よくわからない飛行機らしき乗り物にしました。なんだ、飛行機があるならいけるじゃん。ちゃんと加速が出て飛べばの話だけどな。マダム、準備はいいですか？いつでもいいわよ。戦闘機にこんな乗り方するやつマダムくらいだぜ。マダムはこう見えて戦闘機マニアだから乗り方も自己流だよ。それじゃあマダムに壁を登ってもらおう。
って過去のコースにゴールとかあるのか。ゴールは己の心の中に。あ、ゴールレーンだな。さあさあゆっくりと走り出しました。一応加速床はつけたけど登りきれんのか。おお、すごい、ビームまで出てるよ。いけー、このまま登ってー。あー、そんな、雲を越えたのに、どうせ登れないと思ってたけど結構登ったな。うんうん、いいところまで行けたよね。さらなる記録を求めてみんな大好き F1 マシンにしました。スピードを活かして一気に登る作戦か。いけー、登れー。加速は申し分ないぜ。早すぎたんだろうな。でもパーツがまだ上に登ってるよ。これパーツでもいいのか。この数字が更新されてるからパーツでもいいんだろうね。1回目の記録には到底かなわなかったけど。はい、次のコース行きますよ。このコースはサーキット場みたいになってるな。確かにマリオカートみたいになってるね。この本格的なサーキットで数々の車を抜き去り、トップレーサーになるよ。ウプ主がトップレーサーになれるんだったら今頃みんななってるわよ。お、珍しくレイムがまともなこと言ってる。どこが。まあ、私はとっくにトップレーサーなんだけどね。はい、それじゃあやっていこうぜ。今度こそこの F1 マシンはいい活躍をしてくれることだろう。乗ってるやつはやべえけどな。いやいや、この乗り方の方が風の抵抗とか受けないんだって。風の前に見えねえだろうが。それじゃあ行きます。トップレーサーになってやるぜ。なんかレースゲームをやっているみたいね。おお、コーナーリングねえ。ウプ主が操作してねえからだな。いやいや、私がやってる時の方が上手いでしょ。それは絶対ない。ああ、一瞬で粉々に。もし私がやっていたら今のところクイッと曲がれただろうに。クイッと。お前がやったら最初の5秒で事故ってたぜ。でもかなりいい走りだったよね。これなら他の車にも邪魔されないし優雅に走れるわよ。おいおい、ここはサーキットだぜ。ブルドーザーが普通走るか。これはいいね、優雅に走れるなんて素敵。よくねえよ、てかきてー。ということで優雅に走ってみたいと思います。もうめちゃくちゃじゃねえか。今、ゆっくりと走り出しました。速さだけを競う戦場に舞い降りた、一体の猛獣とでも言いましょうか。何このナレーション。全く他者を寄せつけませんねー。徐々に周りも気づき出したことでしょう。あいつはやべえ、と。おい、運転手めちゃくちゃ優雅にくつろいでんじゃねえか。羨ましいですねー。私もくつろぎたいものです。なんでこんなにブルドーザー硬いんだよ。ブルドーザーが硬いのではなく、周りがやわいのです。なんだったのこれ。それでは最後に超危険そこら中が爆弾地帯というコースに挑戦します。うまく爆弾を避けられるのか。スピードに気をつけろよ。ホームラーン。イエーイ。なんだったのこれ。最後までご視聴していただきありがとうございます。チャンネル登録はお済みですか？PC でご覧の方は上の登録ボタンを、スマートフォン、タブレットでご覧の方は右の画像に出ているように登録ボタンを押してください。この機会にぜひともよろしくお願いします。おまけで小学校あるあるガチャを一回引いていくよ。どんなあるあるが出るかな？すげえ唐突に始まったな。それではレッツあるある。まだこの虹色のカプセル出たことねえよな。あ、今回は銀だね。コンパスで指の間をトントントン。はぁ、オラオラ、どうだこの速さ。甘いね、全然遅いよ。なにー。まあ見てな。とやー。は、速すぎて見えない。あ、